サッカニー、ジャズ・サッカニーはアメリカ合衆国のシューズメーカー。現在はマサチューセッツ州レキシントンに本社を置く。1898年、ペンシルバニア州カッツタウンにてサッカニーが創業される。社名はサッカニー川という川の名前にちなむ。1910年、マサチューセッツ州ケンブリッジにて、ロシア系アメリカ人のエイブラハム・ハイドが、A.R. ハイド&サンズという靴屋を開く。ハイド社は1910年代に室内靴で成功を収め、1930年代になると、スポーツシューズの製造に乗り出し、アイススケート用シューズを手始めとして様々なスポーツに進出していった。1960年代には、NASA と提携して、宇宙飛行士用シューズを製作するようになり、1969年に、アポロ11号の乗組員たちが人類で初めて月面に着陸した際に履いていたシューズもハイド社製だった。1968年、ハイド社はサッカニーを買収した。当時のサッカニーは知名度こそ低いものの優れた品質のランニングシューズを手掛けるメーカーであり、以後ハイド社はサッカニーの名前をブランド名に使用するようになる。1970年代にはアッパーのサイドラインをサッカニー側をイメージした波形ラインに変更した。1970年代から1980年代にかけてランニングシューズの分野においてサッカニーはブルックスと並んで品質と技術に優れた高級ブランドという評価を築いていった。1976年に発売したホーネット、1980年に発売したジャズは共にランナーズワールド誌において最高評価の5つ星を獲得した。とりわけジャズはブランドを代表するモデルとなり、サッカニーのシューズの売上記録を持っている。2005年、サッカニーはケッツ、スペリートップサイダーなどのブランドを傘下に収める靴、小売チェーンのストライドライトに買収された。1976年にスポットビルトアジアがハイド社のアジアにおける代理店となった結果、自動的にサッカニーの販売はスポットビルトアジアが担当することになった。スポットビルトアジアの代表、吉田愛一郎は、運動靴はアジアで製造すべきであると主張、ボストンの労働組合と対立するが、フィリピンで今までより広めのラストで作ったジャズが発表されることになった。その後にアキレスが販売し、2012年以降は靴販売チェーンの ABC マートが、国内総代理店となっている。なお、サッカニー社は過去に吸収したブランド、スポットビルトの商標を所有する。ありがとうございます。